ゆいちゃん先輩、ゆいちゃん先輩。おお、どうしたゆき、こないだとは打って変わってテンション高えな。このアニドルチャンネルがあと少しで1周年って知ってた？あ、やっべ、すっかり忘れてた。そういえばそうだったな。ね、俺もうっかりしてたんだけど、もう1年だよ。すごいよね。そっか、なんかあっという間の1年だったな。この1年間すっごい楽しい時間を過ごしてきたよね。ああ、ゆうきとは委員会も一緒だったし、なんだかんだで2人でいる時間が結構多かったよな。うん、ゆいちゃん先輩と2人でいろんなことに挑戦できて嬉しかった。ああ、でもこれで終わりじゃないだろ。これからも番組は続いていくし、まだまだいろんなことにチャレンジしていこうぜ。うん、むしろここからが本領発揮だよ。だな。俺と勇気でもっともっとセブンカラーズやアニドルの魅力を広めていくぞ。ああ、それじゃアニドルチャンネル始まり始まり。ライドンセブンジーイズヘブンリー、それぞれに秘めた可能性に解き放つよ。アレディ最高のステージ寺島純太、徳俊一のアニドルチャンネル。皆さんこんばんは、アニドルカラーズ朝日ゆうき役寺島純太です。こんばんは、アニドルカラーズ時ゆいと役の時俊一です。この寺島純太時俊一のアニドルチャンネルは、ボルテージのゲームアプリアニドルカラーズに出演している僕たち2人がアニドルの魅力や最新情報をお知らせしつつ、視聴してくれているキュアマネージャーの皆さんに楽しい時間をお届けしていく番組です。前半パートはどなたでもご覧いただくことできますが、後半は会員登録された方のみが見れるものも用意してございますので、これを機に会員登録していただいて最後まで見ていただきたいと思います。はい、そして、期間限定でお送りしているアニドルカラーズキュアステージ版の番組、うん、辻亮と樋口優太のアニドルチャンネルもこちらのニコニコチャンネルで配信されております。はい、毎回豪華なゲストさんたちとお送りしているそうなので、うん、ぜひぜひこの機会にご覧ください。お願いいたします。チャンネル会員の皆様は今月までどの番組も過去配信分も含め全てお楽しみいただけますので、見逃した回やもう一度見たい回などは全部 見られますのでチェックしてください。はい、ということで今回でアニドルチャンネル1周年です。うん、いやー、続けられてよかった。ありがとう、皆さんのおかげ、見てくださる皆様のおかげでございます。はい、しかもね、まだまだ続いていくということで、はい、ありがたいですよ。2019年の8月6日にスタートしたそうです。そうですよね、うん、8月の、そうだ、夏にスタートしたんですよね。僕の誕生日直前にね。そう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 、そうということはまだ、31歳になる前にスタートしますね。そうですね、そうですね、30歳の時にスタートしてすぐ31歳になって、まだもうすぐ、僕もすぐ32歳を迎えようとして。今年の誕生日は何するんでしょうね、ずんたさんはね。ねえ、何してやろうかな。なんか、何してやろうかってどういうこと。何してやろう、YouTube で何かするんですか。ああ、そう、YouTube やってるし ねどうしようかな。なんかでも、配信とかね、最近いろいろできる環境があるから、うん、なんかね、できたらね、なんか面白いですね。なんかまあちょっとこの時期もあって生放送も最近できてなかったしね。こう、まあ確かにね、やりたいですね。やりたいですよね。はいはい、あとその前回あの見させてもらいましたけど、うん、この間のイベントあったじゃないですか、優斗さんたちが。はい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 、はい、あのイベントはなんか本当に面白かったですね。あれがすごいですよ ね。あれが新時代のイベント、オンラインイベントでございますから、うん、なんか素敵だなって思いました。なんか今後ね、増えていくのかなっていう気もしますし ね、なんで、まあ、その際にはでも我々もね、力を全力で注いで盛り上げますので、よろしくお願いします。今年も1年よろしくお願いいたします。はい、ということで、じゃあ早速やっていきましょう。はい、寺島純太、時俊一のアニドルチャンネルスタート。改めまして、朝日ゆき役寺島純太です。時ゆいと役の時俊一です。まずはアニドルカラーズがどういった作品なのかをご紹介していきたいと思います。はい、アニドルカラーズは動物の能力を持つ個性豊かなアニマルアイドル、通称アニドルの卵たちがアニドルの頂点を目指して成長していく青春学園ストーリーです。はい、プレイヤーのあなたはアニドル養成学校シリウス学園でキュアマネージャーとして彼らを一番近くで見守る存在となり、アニドルの頂点を目指すお手伝いをしていただきます。僕が演じる朝日ゆきと、トキくん演じるトキユイとはシリウス学園で活動する、ユニットの一つであるセブンカラーズに所属しています。うん、ぜひこの機会にアニドル
カラーズをプレイしてアニドルたちの夢を叶えるサポートをしてあげてください。はい、さて、ここからは早速の特別企画です。うん、題してアニドルチャンネル20回記念20チャレンジ。はい、はい、これから番組が用意した20にまつわるチャレンジに挑戦していきます。はい、半分以上クリアすることができれば次回の収録の際に豪華弁当を用意してもらうことができます。恒例の豪華弁当です。いますね。はい、失敗した場合はなんと何もありません。あー、普通罰ゲームとかがない。なんて幸せなコーナーだ。そうです、得しかありません。ねえ、あの普段のお弁当もちゃんと嬉しい、美味しいんですよ。いや、めちゃめちゃ美味しいですよ。すげえ豪華なんですから。大好き、あのごま塩振るやつね。ちょっと遅刻しても弁当は食べてから収録行きます。しっかりね、しっかりと弁当は食べてください。しっかり美味しいからね。はい、はい、ではね、早速行きましょう。20チャレンジスタートって何するんですか。これボックスから引くみたいですよ。はい、はいはい、じゃあいいですか。じゃあまずはこちらです。じゃじゃん。はい、チャレンジャーはどちらか1人、うん、B 玉の山の中から 200g だと思う分を皿に移して計測。なるほど。誤差 20g 以内、つまり 180g から 220g の間であればクリア。あー、なるほど。180から200。すげえ、思った以上にちゃんとした企画だった。マジで。なんか適当になんか相手のいいとこ20個言うみたいな感じだと思う。どちらか1人がやるんですか。はい、どちらか1つ。 B 玉のように 20g だと思う分を皿に移すと。なるほど、なるほどね。これでも 1g、 1個が何 g かもね、分かんないもんね。これどっちやります。最初はグー、じゃんけん、はい、お前がやれ。逃げ。くそ。そうですね。でも、もうワンチャンいけるかもしれない。なぜって、うん、僕はミニ四駆をやっているでしょ。なるほど。それの、重量を測るんですよ。大体何グラム。あ、そうなんだ。そう、ミニ四駆は。で、俺の持ってるマシンが、うん、電池抜きで大体140か150なのね。あ、じゃあ電池ありだったと仮定してもちょうど200ぐらいか。まずその自分、そうっていうのを仮定するとですよ。だからこれをまず自分のマシンだと思う。マシンだと思う、マシンだと、マシンだと思えばいい。ということで、どうどう、自分の愛車と比べてどう。レディー。いや、重い、ちょ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 、もう重い、もう重い、もう重いんじゃないかな、結構。あ、でも、結構、あ、わかんないや。へぇ。わかんない。いや、なんかちなみになんか、かき PR じゃないですか。はいはいはい。あれ、あの、服一袋ね、うん、あれ多分 100g とかじゃない。本当に分かんないけど、皿が 10g。 あ、それも入れろって。あ、皿が 10g だって。そうかそうか、だから 190g。 これあれなんですよ、あの一応言うけど、こうやってスッてやって、この入力をこうやって入れて、この皿をやって、ここのゼロ表示っていうのをやったら、まあ確かに、まあ これでよっ、はい、これでいいんです。あ、じゃあこれでいい。これでいい。これでいい、測ろう。あの、グラム数ちょっと1個持たせてもらおう。だいたい缶コーヒーのこれくらい。そうですよね。あー、これわかんない。 5g ぐらい。うわー、10g ぐらいあるのか。うわー、 B玉何グラムか覚えとけばよかった。でもこれ 10g ぐらいじゃない、マジで。 10g ってことはこれ18個ぐらい。20個かな。20個、うん、これで10個、これで24、じゃあこれ入れてもらっていい。それ入れて、これ20個。あ、こんなもん。もうちょっとない。缶コーヒーだとしたらもうちょっとあるね。もうちょっとありますね。もうちょっとあるね。もう2人でやってるっていうね。あ、これ重いな、これ重いぞ。こんなもん。あ、こんなもんっぽい、こんなもんっぽい、こんなもんだ。こんなもんじゃない、うん、待って、こう、あ、こんなもんかもしれない。よし、行こう。俺のマシーンの電池入れた時の感じに似てる。信じよう、マシーンを信じよう。じゃあよし、行きます。乗せました。これ、いいんですか。じゃあ、ジョブさん、カウントお願いします。5、4、3、2、1。はい、全然軽いじゃん。137g。
全然まだだ。全然じゃん。え、じゃあもうちょっとってこと？あとこんぐらいってこと？これで150。え、もっとだ。こんなもんか。これで205。あ、結構重い。こんなもんなんだ。え、俺のマシンこんな重かったかな。肉抜きすぎたんだ。スカスカになってんじゃん。失敗失敗、チャレンジ失敗。わからんよこんなん。大丈夫、まだある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 。そっかそっか、まだねまだね、まだ助かる。はいはいはい、じゃあちょ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 、これ、はい、じゃあこれ、はい、じゃじゃん。どちらか一人、はい、20秒以内にルービックキューブを一面揃えればクリア。20秒以内。20秒以内無理。あ、一面か。でも一面無理です。じゃあ頑張ります。はい、はい、じゃあちょっと行きますよ。ストップウォッチ、はい、準備いいですか。はい、どの色揃える。え、もう分からない。でも赤揃えたいね、ゆきだから。そうですね、うん、じゃあ行きましょう。3、2、1、スタート。これ自慢じゃないけど、ルービックキューブマジでやったことないからね。ルービックキューブ以前にも手が不器用。あ、いいよ。あ、でもいい感じじゃないですか。揃ってきてる。本当？これこういうので合ってんの？これ。はい。もう、あ、いいですね。あ、なんか揃いそう。え、いい。終了。絶対無理だろこれ。ちょっとなんか何？ 2 年目は厳しいのかな。絶対お弁当豪華にしたくないよ。素敵ないです。20秒マジでむずいと思うよこれ。なんかでもうちの仕組みが分かんないもん。アニドルに出てる人で得意そうな人誰でしょうね。誰だろう。多分橘さんできそうじゃないですか。橘さんとかかな。橘さん何でもできないものなさそうだもんね。ゲーム好きだしね。ね、僕マジでこれをめっちゃホイケンタさんが秋葉原の路上で面揃えるの見たことある。秋葉原の何の情報だろう。ヨドバシカメラあるじゃないですか。はいはい、あそこ の日比谷線じゃね、筑波の方乗り換えるところでショーやってたんですけど、なぜかホイケンタさんがめっちゃいい声でルービックキューブを揃えるってショーやってたの。何分かんない俺も。何そのショー、どういうショーなんだろう。どういうシュとりあえず揃えるの見て。お、あれ、ま、できそうじゃん。いやこっからがねむずいのよルービックキューブ。ほら、あとうず地味な絵面だな。次行きましょう。はい、次行きましょう。はい、次行きましょう。無理、はい、ごめんなさい。無理。はい、片付けます。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、引きます。はい。で、どちらが一人、20秒以内に紙飛行機を折って飛ばすことができればクリア。おお。紙飛行機。これ、簡単そうじゃない逆に。じゃあ、どっちやりますか。俺、紙飛行機、ちょっと苦手なんで。苦、できそうって言ったじゃん、今。折ったことあるか。ありますよ、そりゃあるよ、そりゃあるよ。俺もうね、多分最後に折ったの本当もう記憶の彼方だから。あ、そう。じゃあお願いします。待って、イメトレをします。イメトレ、はいはい、20秒。20秒です、はい、じゃあ行きますよ。はい、よーい、スタート。ほっ、ちょっとね、簡易版で、よいしょ。もう紙飛行機の折り方忘れたもんな。よくしょ、よくしょ。あ、裏になっちゃった。まあいいか。これ飛ばすことができればですよ。飛ばすことができればだよ。やばいよ。飛ばすとこまで行かないと。飛ばすとこまで行かないと。トニック、飛ばさないと。えい！おー、すげえ！すげえ！うわ、すげえ！でも今ゴリラが俺からうんこ投げるってこと。えい！すごい思いっきりもう飛んでったっていうよりも思いっきり投げ飛ばした感じになっちゃった。なの20秒ジャスト。やった！成功！てか、すごい綺麗に飛んだね。いや、俺カメラに当たりそうで怖かった。カツンって、よかったー。うわうえぇい、すごかったよ、ゴリラの相方よ。あー、疲れた。いや、20秒って結構本当あっちゅうまだな。あっちゅうまだね。よし、じゃあまずチャレンジ成功ということで。やっと1個です。ちょっと、はい、でね、はい、これでん。お、なんでしょう。じゅんたさんにぴったりなの来たよ。マジ黒ひげを20秒以内に飛ばせればクリア。余裕っしょ。余裕っしょ。やめて。すごいじゃないですかこれ。余裕っしょ。はい。任せてくださいよ。
20秒内なんてちょろいよ。いいですか、はい、じゃあ行きます。3、2、1スタート。いいよ、いいペースです。いいペースで行ってます。え、10秒が経ちました。イエーイ。いや、言うて結構ちゃんと本当に結構だと全然余ってるよまだ。よし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 、すごいですね本当に。よしよし、いったいったいった、よし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 。あー、人生で全く使わぬ才能、使わぬ才能、これは使わない才能。はい、じゃあいいですよ、ちょっと巻き返していきましょう。巻き返しが、はい、じゃあこれででん、それぞれ、あ、2人でやるんですって。これはおー、なんだ、卓球ラケットを持って、うん、交互にリフティングしながら落とさないで20回続けられたら。よいしょ、はい、じゃあちょっとこちらにね、卓球の、これそっちの方がむずそうですけど大丈夫です。あ、でもこっちの方が跳ね、あ、いや全然どっちでもいけるな。このラケットの方が多分跳ねる。 どっちでもいい。いや任せろ、これでいい、はい、これでいくぜ。じゃあなんこれが最後のチャレンジだそうです。で20秒、じゃあスタッフさんに測ってもらおう。そうですね、20回、あ、20回、回数だって。よし、じゃあ、最初行きます。おー、いきなり失敗じゃないか。じゃあ、俺手に当たっただけですから、手に。じゃあ、行きますよ。じゃあ、用意、スタート。1、3、5、数えて。16、今何回？終わりました。終わったとか。やったー。お、靴下脱げちゃったなんか。靴下脱げちゃったもん。ああ、意外といけたね。ああ、ちょっとびっくりした。あ、でもクリアできましたね。いけた。はい、ってことで、チャレンジは終了です。終了。はい、ということで、何個やった？5個ぐらいやった。5個中3個。3個。チャレンジ成功ということで、獲得、やったー。甘い、ジャッジ甘い、ありがとうございます。勝率5割5分なの。5割、半分ぐらいでいける。半分ちょっとなの。まあ、後半行きましたからね。いや、よかった。いや、よかった、よかった。巻き返せてよかったです。じゃあ、次回、豪華なお弁当がゲットということで、やったぜ。紙飛行機飛ばせてよかった。はい、ということで、次回の弁当に、じゃあ、写真ぐらいは撮っときますかね。写真、そうですね。はい、以上、アニドルチャンネル20回記念20チャレンジでした。寺島純太、トキ俊一のアニドルチャンネル。こちらのコーナーをお送りしたいと思います、うん、1周年記念企画、アニドルチャンネル主題歌制作決定&歌詞を考えよう。はい、ということで、ここからですね、うん、アニドルカラーズの楽曲をね、まずは聴いて、うん、私たちがね、これからね、アニドルチャンネルの主題歌制作するわけなんですけれども、はいはいはい、まあ、もともとあるね、ゲームで実装された曲とかを聴きつつ、うん、まあ、まずはそれを学ぶと。なるほど。どんな感じのアニドルの楽曲が、歌詞がね、採用されているのかっていうのを研究した上で、その後自分たちなりに、まあ、アニドルチャンネルの楽曲は、まあ、こういう歌詞を入れた方がいいんじゃないかとか、こういうフレーズが、あの、ワードがあった方がいいよねっていうのを後半考えていくということなんで、じゃあまずはですね、既存曲の歌詞を、改めて見直して、考えていきたいと思いますので、はい、結構楽曲作ってくれるんですね。そうなんです。しかもあれなんですって、うん、その今まではユニット全体の曲はあったけど、うん、今回に関してはユイトとユウキの曲なんです。そうです。そういうなんかデュエット曲とかっていうのは初なんですって。エモーショナル。ありがたいっすね。ありがたいっすね。エモーショナル、うん、なんでね、やっぱ真剣に考えないと。そうですね。これでね、初の試みなんで。って言って、僕だってないですよ、そんな作詞なんて。いやいや、もう作詞はもう誰でもできます。いや、そうやってます。コツってないんですか、なんかそういう。コツは、なんかいいものから
ちょっと盗むんですまあインスパイアということにしたら言い方は悪いよ、別に盗作じゃないよ、盗作オマージュ、オマージュね、オマージュオマージュ、 オマージュいいです素敵なこと、日本語って素敵な、うん、やっぱもう先人たちの知恵、知恵だから、いい感じの歌詞があったらちょっとこれをいいなって言って覚えといて、あのまんま使うと怒られちゃうから、確かにね、いい感じにアレンジする。最近純太さんの好きなこのフレーズいいなってのあります？いやめっちゃホリデーじゃないですか最近分かんない、最近まあ好きだけどウキウキな夏を希望するけどさ、そうやっぱあれは素晴らしい歌詞だね、素敵ですけどね。めっちゃフライデーとかに買いますかもう全部大変、あの一人あれが好きな人いるから、あのゆうとさんが出てきちゃうから、っ待ってフライデーにします、違うパクないでって出てくるOK です、はい、じゃあとりあえず既存曲をね見ていきましょう、やっていきましょう。じゃあまず最初はじゃあまず一発目はあれにしますか、このライドンセブンドリーム、いやそうですよね、さすがにやっぱりちょっと、ね、これ流すことってできますか、あ、あ素晴らしい、いや懐かしいですね、もうでもやっぱこの7をやっぱ強調してね、そうですね、セブンカラーですから、そう、うん、でやっぱ7にいて、まあ、7つの夢と、それに乗っていこうぜと、やっぱこうセブンカラーズって他のユニットと比べてやっぱすごいアイドル色が強いじゃないですか、でやっぱこういうインスパイアはあった方がいいんでしょうね、そうきっとね、そうステージとかね、そうですね、最高のステージとか、でこれはまあやっぱ最初 あの楽曲ってこともあって、まあそのシリウス学園だからね、シリウスとか、そうちゃんとそういう単語入ってるのがいいよね、その作品を見ていたが分かるよ、シリウス学園であったり、一等星目指すよとか、でこれやっぱ色がね、やっぱこの対比として使われてるのがやっぱいいなと思ってて、この白黒つけるよりも七色感じていたい、ここいいっすよね、でこれねさっき見たらね、このオリジナルカラーズでもね、このモノクロでいちゃいつもの君じゃないみたいっていうのがあって、確かにこのやっぱ白黒でね、モノクロとかよりもやっぱ七色が色があった方がいいよねっていうのをセブンカラーズの楽曲はね、いいですね、こう全面的にアピールしてるっていうところが、虹っていう言葉がすごい素敵ですよね、雨上がりに虹、ね、しかも虹は日本では七色だしっていうのがめちゃめちゃいいですよね、そうそうそう、やっぱ色を入れ込む、だから勇気が赤で結衣とはピンク、だからその色を入れたよね、入れたいですね、あ赤、桃色、桃色赤思い、ゼーってやめるでしょゼーってやめるそうそうね、でもその、今までは7色っていうところをすごいやっぱピックアップしてたけど、初めてこう2人で歌うって、彼ら2人が歌うってことで、なんかこう2人もでも頑張ろうってまあまあ言いますけどね、っていうのもなんかちょっと出したいなって、そうだね、なんかこの番組の後良さというか、そうですね、それをなんか出していきたい、歌詞にはね、もともとね僕たちはあれですから、その勇気と結衣とが2人でやってる番組の、そのセットを勝手にこうやって使ってるっていうね、居抜きですから、居抜きですから、そうです、居抜きなんですよね、ちょろっと使わせてもらってますから、やっぱそのなんだろうな、2人があとなんかでもちょっと俺たちのことも意識させたい、なるほどやっぱ僕二つの魂みたいな、あいいね、表裏一体的な、そうそう、魂を宿してますみたいな、そういうの、ちょっとじゃあコンセプト書いていきましょうね、コンセプト、せっかく後ろにカメラ、そうそう、せっかくだからね、いやでも改めてやっぱでも笑顔っていう言葉がすごい出てくるよ、笑顔いいですね、笑顔、やっぱ笑顔っていうワードを入れた方がいい、はい、どの曲にも笑顔が入ってるから、はい、笑顔、はい、ということで、はい、まあね、もうこの後もというか、引き続きちょっとね楽曲については練っていきたいと思いますので、はい、ぜひご期待ください、お楽しみに、はい、ここでアニドルカラーズの最新情報をお知らせします、はい、まずアプリ情報その1、8月5日から限定 SSR メンバーがもらえるログインボーナスがスタート、はい、こちらのメンバーは昨年実施された2周年イベント、ウェルカムトゥーアワーパレードのイベントで、トキさんがミニゲームに勝利し獲得した、このトキさんというのはこちらにいらっしゃる、このトキさんです、ゴリラのアニドルの方のトキさん、ゴリラのゴリラのトキさんが、ミニゲームに勝利し獲得した SSR メンバー加権で制作したトキイートのショットになりますということで、画像がね、やったー、そうこれいいね、めっちゃいいっすね、めっちゃいい、ちょうどね、あの僕と八代くんもね、そう2位3位で入れたので、ね、ちゃんと入ってるということで、そうなんですよ、でも素晴らしい
ね、時が時を勝ち取ったで、いや、よかった。そう、ほんと皆様ちょっとね、まあ結構これもう1年前になるのか、まあほぼ1年前が10月ぐらいにやったの で、ね、まあ、1年とは言わずとも、まあ、10ヶ月ぐらいはね、うん、経ってるのかなっていう感じではありますけど ね、これを機に皆様ぜひゲットしていただきたいと思います。はい、はいね、ログインするとね、ゲットできますので、はい、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。そしてニュースその2、うん、さらに SR メンバースカウトプチバルーンスカウト第5弾が8月9日より開催します。うん、本シリーズ最後となる第5弾ではマサヤ、勝利、ヨウ、ノアの4人が登場します。うん、このスカウトは10連3回でピックアップ1枚が確定となります。ぜひ手に入れてください。お願いいたします。こちらもありますけどね、はい、はいはいはい、はい、ということで、はい、そして、ニュースその3でございます。うん、8月の14日は、うん、クラリティの過去に苦しむストイック男子春宮アランのお誕生日です。おめでとう。で、誕生日を記念したスカウトでは引き続き雑誌撮影第2弾おはよう編ということで雑誌ニャンニャンの表紙と関東グラビアを飾っています。にゃんにゃん、恋人と迎える朝がテーマになっているショットをお見逃しなく。うん、さらにアラン本人おめでとうメッセージを送るとですね、あなたのメアドにアランからメールが返ってくるバースデー直メセットも好評発売中。素晴らしい。あら、かわいいね。何やってんすかね、これ。ちょっとなんかライオンがおへそを隠してますよ。いや、じゃあおへそは隠すんですね、これね。おへそは隠すんだね。いい、毎度ここに出てくるぬいぐるみ、かわいいんですよね。かわいいね。はい、はい、ぜひみんなでね、アランお祝いしましょう。お願いいたします。はい、ということで以上、アニドルインフォでした。そしてここで残念ながら会員以外の皆さんとはお別れとなってしまいます。お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。次回の配信は8月18日火曜日の20時からを予定しております。夏ですね。ねえ、お盆もね、時期も過ぎてもう真っ盛りということで、体に気をつけてください、ね、はい、はい、そしてこの後なんですけど、この後は一体何をやっていくんでしょうか。さっきの続きそれですね、全然まだ終わってないですからやっていきたいと思います。ぜひチェックしてください。というわけでお相手は寺島純太と滝俊一でした。バイバイ。